分足、不法を厳に戒めん。炎症を名手とした藩失礼いたします。殿、ご紹介したい人物が。この右近殿です。右近、あざ名は文足。黄巾の乱が起きると道教の方針に従い挙兵した。方針が青州の黄巾党との戦いで亡くなると巨匠へ向かう。乱世の勧誘曹操に仕官するためである。この時曹操のもとには教報が届いていた。曹操の父曹操が徐州の刀剣の部下に撃たれてしまったのである。そんな緊迫した状況の中、右近は曹操との面会を果たす。統率された兵を連れられ殿に仕官を申し出られました。これは殿の力になるに違いない。勝手ながらそう判断し、こちらまで案内を。恐縮です。お主は確か洛陽での騒乱の折、方針の下にいた将だな。は、右分足と申します。我が主を不甲斐なくも賊の襲撃によって失い、新たな主を求めて御前にまかり出ました。大規模な賊の攻撃により、我が主をはじめ多くの民が命を落としました。このような乱世は一刻も早く終えねばなりません。そうか、ならばお主に一軍を与え将として取り立てよう。お主の考えにはわしと近いものがある。この乱世に秩序を取り戻すため、その力を貸してくれ右近よ。この右分足、規範たる働きを約束しましょう。
いもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
いらっしゃい。毎度どうも。お主らが純育と各家が集めたという知者か。万白寧と申します。築城には刀剣を打ち、徐州を我が手に収める。おのおのその才を大いに発揮せよ。
戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。戦いは避け。だがもはや覚悟を決めねばならぬようだ。憎しみに支配され戦を起こす、そのような男に予習は奪わせぬ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を削ぐ。支援で助手を踏み荒らせ。そうそう、貴様のような男に負けるとは。逃げ場はない。今はどのような組織も受けよう。それでも私は進まねばならぬのだ。劉備にはちっとばかし手こずりましたが、とっ裸の者は全て切り伏せよ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。曹操軍の皆様、ここはもはや呂布殿の城。速やかにお引き取り願いましょう。裏切り者が抜け抜けと。ここは殿のもんだ。とっとと出てき。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。ここまで攻め込まれるとは。急ぎ策を講じなければなりませぬな。策などいらん。あの程度の策をこの俺がひねり潰してやる。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。観念せよ、逃げ場はない。許さん。くだらん。この程度の城、貴様らにくれてやろう。敵将、討ち取った。よし、俺たちの勝ちだ。いやー、牧羊を取り返せてほっとしたぜ。無事演習を了。なあ、
規範となろう。おお、そう。陛下。この馬車はもしや帝の。止まれ！誰が乗ってるのか中を見せろ。振り切れぬか。やむを得ぬ。倒さねばならんな。強い。俺たちじゃ太刀打ちできないか。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。この立派な馬車、間違いねえ。おとなしく帝を置いていきやがれ。不届き者め、これに討ち取ってくれよ。ここまでか。手ぶらで帰ることになるとはな。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。やるのだな。これで落葉の安全は確保された。あとは巨匠への道を開くのみよ。敵将討ち取った。よくやった。その働き覚えておく。ここならば陛下の安全は守られましょう。護衛とともにこちらにお隠れください。道を開いた後にお迎えに上がります。それまでしばしご辛抱。うん、面倒をかけるな。くれぐれもよろしく頼むぞ。帝を狙うのは各氏や炎章だけではあるまい。急ぎ我が元へお連れせねばな。任務成功は当然のこと。改めて気を引き締める。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。
地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。炎章様こそが帝を奉じるにふさわしい。さっさと引き渡してもらおう。演習も元の豊かさ。
リョフは我らに敗れた後徐州へと走った。かの地を当県から譲られた劉備を頼ったのだ。そこまではまだ理解できる。だが奴は劉備から徐州を奪った。その後劉備を勝敗に押し込めたかと思う。そう、呂布の求める理あ もうこれより出立いたします。うん、お主の懸念が杞憂となることを願っている。関羽は数多の戦の趨勢を左右してきた軍神。かの者に勝利するためには私にできる全ての手を尽くさねばなるまい。宗神殿らはすでに繁盛へ向かわれた。私も急ぎ準備を整え決戦へと臨もう。嫌ですな。お気に召すかしら。兵らの報告を集めたが、すでに軍神関羽。ええ、全くもって。この宮城で参っている彼らをどうまとめた。まずは繁盛を奪回する。城を守る関羽の子関平を討つのだ。関羽は我らを防ぐべく戦線にいる。厳しい戦況だが、何としても勝たねば。父上より託された繁盛を死守するんだ。
前線に兵糧を届けたいが、ここから直接運ぶには遠すぎる。なら、幕城の周総堂に兵糧を送れ。そこから前線に届けられるだろう。頑張りすぎ。幕城を守りきれなかった。だが、これで終わりではない。敵はあえて引いたようにも見える。君はまだ、ひとまず城は奪回できたか。につけ、来たる戦闘に備えるのだ。報告、報徳将軍。雨金は繁盛の死闘の後、関羽に降伏した。その予想外の行動に魏の仲間たちは落胆し激怒する。やがて関羽は討たれ、曹操も病没。呉に囚われていた雨金は魏の宗妃即位の時に帰国を許された。彼に浴びせられる罵倒は数知れない。だが厳格な男は何も語らず、ある場所へと向かった。殿、右分則帰還いたしました。雨金、それを事前の策というのか。は、確かにお主が降伏をすればそれが策だと誰も思うまい。しかし関は義に熱い男、投降した我らのため残り少ない兵糧を分け与えることでしょう。食料に窮し、焦って出てきたところを撃つ、その役目は加工トン殿らに。だがお主の名声は地に落ちよう。この戦、どこに落とし穴があるか分かりません。予想外の事態で殿の天下が遠のくことがあってはならぬのです。雨金、お主は。このことは殿の胸中のみ。雨金よ、裏切り者が元の主君の墓参りとは、あの世の父に名誉の回復でも願いに来たか。いえ、投降者には重き罰。軍規は厳格なもの、例外は許されません。雨金よ、大義であった。父に代わって礼を言おう。